にちは、松山デザイン松山です。先日八丈島に釣りに行きました。でかい魚を釣りに行ったんですけれども、釣れるのはこんなヤガラとかばかり。3回カンパチがでかいのが刺さったんです。だけど逃げられてしまいました。あまりに悔しくて釣り具屋に行ったら、松山さん、そんな道具じゃダメですよ。でかいメーターのカンパチをやるんだったらグラスロットと太いラインでないとまずいです。太いラインとグラスロットをゲットしました。今度また八丈で勝負をしたいと思うんですけど、不安になりました。これで大丈夫なのか。だからこれなら人間釣れんじゃねえと思って人間を釣ってみました。釣ると言っても会社にいるスタッフでみんなでふざけて腰にベルトをつけてやってみたんですけれども、立ってる人間はなかなか釣れないんです。水中だったらいけんじゃないと思って思いついたのが彼、伊藤純一さんです。伊藤純一さん、水泳選手だよね。伊藤って伊藤じゃん。伊藤、北海道の伊藤じゃん。お願いしに行ったら彼も北海道の伊藤が大好きで了承してくれました。現役の水泳選手、ボディービルダーの伊藤純一、180cm80kg、本気で泳ぐクロール選手をこの竿で釣り上げることができるのかできないのか勝負してみようと思います。ルールを決めました。伊藤が泳ぐ天然の川のここに、下が下流ですね、僕が立ち、伊藤選手がここから用意ドン、こちら側まで行けたら伊藤選手の勝ち。ここまでフリーで加速をつけてもらいます。ここで糸がピンと張ってファイト。そこでこちらまで行けたら伊藤選手の勝ち。戻ってここでランディングネットに収まっていただいたら僕の勝ち。当然釣り師です。途中で糸が切れたり竿が折れたり僕が引きずり込まれたら僕の負けです。向こう岸まで行ったら伊藤選手の勝ち。人間対魚、伊藤、魚じゃないですね、伊藤選手、どちらが勝つのか、人間が人間を釣り上げる、そんなことができるのかどうか実験してみようと思います。どうぞご覧ください。一つ言い忘れました。ルールは伊藤が途中で立ち上がったり岩を掴んだりしたら伊藤の反則負けです。ロケ地は静岡県浜松市の愛宕川、石神の里です。ワークアウトハウス、伊藤さんのジムです。僕の株式会社松山デザインの対決が始まります。果たして僕は伊藤を釣った男になれるのかなれないのか、どうか動画をお楽しみください。止めるぞ。いや、ラインは100号です。ね、絶対釣り上げるよ。ワクワクしてます。あ、本当ですか。ほら、ビヨンビヨンです。大丈夫ですか、これ。あ、結構引っ張る。結構引っ張るな、これ。重いな、これ。結構重いな、これ。松山さん、濡れても大丈夫なんですか。
いですか。いいっすよ。行きますか。もう少しこっちに。じゃあ行きますよ。はいよ。フィッシュオン。あ、そちらスタートでもう。じゃあ行きます。はい。何でしたっけ、あそこの。